テレビくんのラジオ奇跡ドルオタでもファイヤー挑戦、テレビくんです。よっまっしゃい。本日は3月分非正規の家計簿大公開というテーマで話していきたいと思います。毎月恒例の家計簿を公開する時間がやってまいりました。35歳派遣の収入はいくらなのか、またいくら使ったのか知りたい方はぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは週5日8時間労働のアンチテレビくんがファイヤー達成までの日常をアウトプットしていくラジオ形式のチャンネルです。よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。始まるよ。まずは収入から発表したいと思います。収入は26万9524円でした。いやもうこれだけ普通にあればもう正社員並みの収入でもう全然いいかなって思います。で、内訳はブラック企業さんで働いた給料が23万1894円、確定申告で戻ってきたお金が37630円でした。で、合計して26万9524円いただきました。で、確定申告が 副収入になって、でなおかつ派遣の給料が初回なので厚生年金とか保険がもう全然引かれてないので、もうほとんど丸々いただけたっていう感じです。で、毎月26万ぐらいもらえればマジで満足ですね。まあ、でもその今月4月の給料からもうがっつり保険が引かれるし、で喉が痛くて2日間仕事を休んだので4月の給料はもう惨めなことになりそうです。いや、これで思ったんだけど、本当に副収入って大事ですね。マジでもう3万ぐらい給料にプラスして、で副業の収入があるだけで本当になんか得したっていうか、もう安心した気持ちになれるし、もう副収入もこれからは必須なので、でネット使えばそういうもう副業も簡単にできるし、もうちょっとこれから真剣に取り組んでいこうと思っています。続いては出費です。支出は81,784円使いました。で、収入と差し引いても187,740円残すことができました。いや、かなりの快挙ですね。いや、もうやったなって感じです。で、支出の内訳は家賃が35,950円、食費が16,434円、水道光熱費が12,237円で、で万を超えてくる出費はもうこの3つで、あとは AGA 治療などの医療費に6,520円使ったりだとかで、趣味も5,610円で抑えることができましたって書いてあるんだけど、ちょっと記入ミスして、多分趣味の方もゲーム買ったので、まあ、趣味も12,300円使ったと思います。で、まあ、1回地下アイドルのイベントに行って、で交通費を含めて4000円ほど使って、でスイッチのソフトをセールで買ったのも合わせると、まあ、大体12,300円って感じですね。で、もう趣味にお金を使わずに休日ほとんど家にいて楽しんでいたっていうことが大きいと思います。家でできる娯楽マジで最高ですね。いや、アニメもゲームも YouTube も、 もう見るのも上げるのも楽しいし、これやってればもうかなりお金たまるし、もう楽しめるし、かなりいいかなと思います。で、漏れもあると思うんだけど、まあ言ってもまあ16万は手元に残せたなって思うので、もうかなりいい感じの貯金ペースですね。で、家計簿はアプリのマネーフォワードミーでつけて、で楽天カードと紐付けてるので管理も楽だし、で自分が使ってる額を把握して固定費を削っていけば、全然自分貯金できなかったんだけど、そんな自分でもこうやって月に16万円ぐらい貯めれて、で結構いいなって、まあ精神的にもちょっと安心できるし、もうこういう方法で、こういう方法を知ってたら本当にもう心強いなっていう思いもあるし、
いや本当になんか方法するだけでこうやってお金貯める力もつけれて、いや本当にやってよかったなって思います。で4月もこの勢いで貯金して、で投資にも回したいんだけど、もう2年間推していたアイドルの推しメンが風俗で働いてるかもしれない問題 で今週金曜日にお店に行ってきて、でもし推しメン本人が働いてた場合、もう何回も通ってしまうっていう未来が待ってそうなので、かなりピンチです。多分その推しメンの出勤が金曜日から火曜日までの5日間限定 で多分もうそこから繰り返しお店にはもう来ないんじゃないかなって思うんで、もうここはそのもう欲望をセーブして抑えるべきなのか、でもう一生にこんな機会もう二度とないと思うので、もう存分にやったるべきなのか、かなり悩んでます。でもしその推しメンじゃなくてもう人違いで全然違う人だったらもう1回で済むんだけど、いや本人だったらね、もう多分3回は行っちゃいそうですね。もうその今までの思い出と照らし合わせて興奮できるし、もう何よりもうめちゃくちゃ可愛いので、いやマジでもう何回も行きそうですね。あのもうお互い知り合ってる人と、まあ、エッチするってもなんかすごい興奮するじゃないですか。だからそのもうお互い知り合ってる推しメンともうそういう関係になれるっていうことを考えただけでかなりやばいですね。でこの動画が上がってる2023年4月10日の月曜日で、まあ、1日やってられないブラック企業さんの派遣の仕事をもうクッソダリーダーみたいな感じでもう終えて、であと4日だって思ってる頃だと思うんだけど、いやマジでもう長すぎるし、もう早くパラダイスに行きたいです。まあ、でもこうやって、まあ、自分みたいにも欲望にとらわれて、で多くの人が貯金できずにもういつまでも労働に縛られてるんですよね。いや本当ファイヤーとかセミリタイヤ達成した人の精神力とか経済力本当にすごいと思います。で自分も欲望に縛られながらもうやり方方法はもう分かってるので、あとは実践するのみって感じなんで、でこうやって増減はあるけど今はブラック企業さんの派遣にしがみついて、でプラス副業もやりながらもう楽な仕事してファイヤーとかセミリタイヤを目指していくので、よろしくお願いしますといった動画でした。皆さんは今月何にお金を使いましたか？よかったらコメントで教えてください。最後にツイッターもやってます。フォローよろしくお願いします。エンディング曲はオリジナル曲のニートでいたいです。概要欄からフルバージョンが聴けるのでぜひ聴いてください。欲しいものリストを公開してます。テレビくんが欲しがってるものが知りたい方はぜひ覗いてみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。楽しかった。手を思えればいい。